岩田市は静岡県西部にある市。人口は約16.5万人。市政施行前は岩田軍の一部だった。立領時代以降は、東都海国の国府、国分寺が置かれた政治文化の中心都市であった。戦国時代から江戸時代にかけては、東海道宿場町である見付宿があった見付地区が発達した。東海道本線付設以後は駅が設置された。 中泉地区も発展。三つけと中泉が合併した1942年以降は、群名に由来した岩田の自治体名で呼ばれることになった。現在は、輸送機器産業をはじめとする工業都市であり、隣接する浜松市の衛生都市である。2005年4月1日に、旧岩田市と岩田郡流洋町、福田町、豊田町、豊,町豊岡村が新設合併して、 現在の岩田市となった、スポーツの街として知られている、J リーグのジュビロ岩田のホームタウンであり、ジャパンラグビートップリーグのヤマハ発動機ジュビロの本拠地である。小中学校のグラウンドの芝深や、総合型地域スポーツクラブの育成、スポーツによる健康づくりの推進、スポーツ合宿やスポーツ大会の拠点づくりを重要整備としている。 岩田スポーツ交流の里、ユメリアのほかジュビロ岩田や静岡産業大学が本拠地を置くため、市内の至るところにサッカー庁が見られる。全日本高等学校女子サッカー選手権大会を第13回から第22回まで継続開催している。静岡県の西部に位置し、天竜川の東岸の岩田原大地の上にある。大地を分断するように南北に今の浦川が流れ、 JR 東海道本線が地域を横断している。豊岡地区を除いた区域は0538、豊岡地区のみ0539である。豊岡地区の市街局番は2007年3月31日までは浜松市天竜区と共通だった。2007年4月1日から0539エリアの内天竜区は浜松 MA 市街局番053に変更となった。 このため、同日以降は、豊岡地区から市内通話できるのは、同地区内だけとなった。岩田市中心部周辺の空中写真。1988年撮影の6枚を、合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。特徴、古墳の時代特徴、とう海府中の時代。 東東海国の中心地東海道を見つけ軸特徴、見つけの時代、東海道の宿場町特徴、それぞれの時代の生組織の変更により、段階的に各地区が合併市役所支所、福田支所、流養支所、豊田支所、豊岡支所山葉発動基本社温室メロン、緑茶のほか、2005年の豊岡村、福田町、流養町、豊田町との合併により、白ネギ、 シラス、エビイモなどが主要な農水産物となっている。ヤマハ発動機やスズキのオートバイ、自動車工場、河合楽器製作所や東洋ピアノ製造のピアノ工場、浜松ホトニクスの電子管、半導体製造工場がある。また、地場産業であるベルベットコーデュロイといった繊維産業、その他に工業などの産業もある。岩田市の商業は、 隣接する政令指定都市である浜松市の影響などから人口に対しては商業集積規模が小さめである。近年は浜松市などと同様に中心市街地の衰退が問題となっている。岩田市内の商業が集積している地域は今の裏や上、岡田などがある。大規模店舗としてはアピタ岩田店やララポート岩田が出店している。 岩田市立総合病院岩田郵便局、静岡産業大学岩田駅東海道本線や、東名高速道路、国道1号といった東西日本を結ぶ、大動脈が通過する。市の中心となる駅、岩田駅過去に存在していた、鉄道府や幡宮大見国玉神社、ヤマハスタジアム疾病。ありがとうございます。